君の瞳は1万ボルトや南回帰線の大ヒットで知られるベーヤンこと堀内孝雄さん。私も若い頃アリスは割と好きで、特にベーヤンがお気に入りで、君の瞳は1万ボルトと南回帰線は何度も聞きました。同じアリスの谷村新司さんの情報はたまに耳に入ってきますが、堀内孝雄さんの噂は最近ほとんど耳にしてません。最近の活動が急に気になり調べてみることにしました。堀内孝雄、別名ベーヤン、生年月日1949年10月27日、出身地大阪府大阪市阿倍野区、学歴京都産業大学中退、ジャンル J-POP、演歌、歌謡曲、職業歌手、ギタリスト、作曲家、活動期間1971年、事務所アップフロントクリエイト、楽曲は愛すべき男たち、後世の求め方、面影橋、時の流れに、笑うは薬、人生雨のち時々晴れ、坂道の向こう、うつせみの家、石を貫く雫であれ、うつせみの家、ひじり橋の夕日、みんな少年だった。ここ10年で2013年と2014年は見当たりませんでしたが、それ以外は毎年シングル曲を発表されています。アルバムも39周年記念アルバム、サンクユー、愛すべき男たち。また堀内孝雄さんは2014年からブラザーズ5というユニットに参加されています。そのメンバーは堀内孝雄さん、バンバヒロフミさん、杉田二郎さん、高山源さん、稲葉明さんの5人で、杉田二郎さんの呼びかけで結成されたとのこと。ブラザーズ5として最近では2019年2月6日にシングル「君に会えて会えてよかった」を配信。また年に数回のライブを開催されているようです。ベーヤンといえばやはりその原点はアリス。ではアリスとしての活動はどうでしょうか。アリスは年号が令和変わった初日の5月1日にベストアルバム「荒井星ガイン」「限りなき挑戦オーペンガテズセティスト」を発売。それには新曲「限りなき挑戦オーペンゲート」も収録されているとのこと。なんと調べてみると5月5日の神戸を皮切りに武道館を含む全国コンサートツアーを開催とのこと。開催地は神戸、名古屋、岩手、仙台、香川、松山、日本武道館、神奈川、宇都宮、群馬、広島、山口、倉敷、千葉、富山、新潟、宮崎、大分、鹿児島、福岡、札幌、また宮崎、大分、鹿児島、福岡、札幌、また11月には中国の北京でも公演するとのこと。今年70歳になるのにアリスのメンバーも精力的に活動されていました。とてもパワーを感じられます。堀内孝雄さんのことを調べていたら病気というワードがいくつか目につきました。気になって調べてみると、堀内さんは以前左目を疲労による軽度の外転神経麻痺と診断されたことがあり、その時はステージにも白い眼帯をつけて登場しており、左目に痛みを感じ眼帯を外すとものが二重に見えるという状態だったとのこと。ただその病気も現在では完治しているようで、他にこれといった病気の情報は見つけることができませんでした。あとネットの声で何かわからないけど顔がおかしいとの声があり、それが病気のせいで顔が変わっていると推測された説もあります。しかし堀内さんももうすぐ70歳、それは顔だって変わってくるのではないでしょうか。どうやら病気という事実は現在なさそうです。まあ病気なら全国ツアーなんてできるとは思えませんし、いろいろ調べてみて、堀内孝雄さんは個人でもブラザーズ5でもアリスでもまだまだ精力的にご活躍されていました。これからも元気でご活躍をお祈りしております。アリスの全国ツアーは私もぜひ観に行きたいと思います。一つ気になったのが、堀
堀内孝雄さんの公式ホームページを覗いてみようとしたら、何度試みてもアクセスできませんでした。なんでだろう。堀内孝雄が結婚した嫁はどんな人？堀内孝雄が結婚した嫁は一般人女性の由美子です。二人が結婚したのはアリスがデビューを果たした1972年のことで、下積み時代はかなり支えてもらったのだとか。そのため堀内孝雄自身は頭が上がらないと語っていて、ブレイクするまでは全国で熱心なライブ活動を行い、夫婦の時間も少なかったのだそうです。堀内孝雄と嫁の慣れ始めは？堀内孝雄と嫁の慣れ始めについては情報がなく、どういった出会いだったのか分かっていません。ただアリス結成前からの交際していたのは間違いなく、地元大阪で出会ったものと思われます。堀内孝雄に子供はいるの？娘はいない？堀内孝雄と嫁、吉子の間には子供が3人生まれています。子供は2人とも男の子で、父親と同じく音楽の道へと進んでいます。ネットでは娘がいるといった噂もあるようですが、一切情報がないため、おそらく娘はいないものと思われます。堀内孝雄の息子2人はバンドマン。堀内孝雄の3人の息子のうち2人はロックバンド、99ラジオサービスで活動しているミュージシャンで、兄弟揃って同バンドで活躍しています。99ラジオサービスは2007年に結成されたバンドで、2011年のファーストシングル、ユースフルはアニメ、ちはやふるのオープニングテーマにも起用され話題になりました。堀内孝雄の長男はどんな人？堀内孝雄の長男は堀内孝弘といい、特にこれといった情報がないことからおそらく一般人であると思われます。ちなみに長男は堀内孝雄の事務所で経理を担当しているようで、2021年の年齢は47歳となっています。嫁と長男を歌った楽曲を作っていた堀内孝雄は、過去に俺由美子孝弘という楽曲を作っていて、自身の嫁と長男への思いを歌ったこともありました。その後は家族について歌った楽曲はありませんが、当時から非常に家族思いの男性だったことがうかがえます。ちなみに同楽曲が収録されているアルバムは1978年のあいつが死んだ版となっています。過去には堀内孝雄の息子を名乗る詐欺が話題に。堀内孝雄は過去に一度だけ息子と名乗る男性が詐欺を働いて逮捕された事件がありました。これは2021年4月に報道されたもので、堀内孝雄とは全く面識のない男性が堀内孝雄の息子と名乗り、現金を詐取して逮捕されました。逮捕された男は堀内孝雄以外にも谷村新司や加山雄三の息子を名乗って詐欺を働いていたのだそうです。加重容疑者は2020年11月東京板橋区の不動産会社を訪れ、自分は堀内孝雄の息子で大学病院の院長だ、治療費と紹介状で2万円必要だと嘘を言って、男性から現金2万円を騙し取った疑いが持たれている。堀内孝雄の息子堀内孝太のプロフィール、名前堀内孝太、生年月日不明、出身地東京都、職業ミュージシャン、バンドではギターボーカルを務めている。堀内孝雄の息子である堀内孝太ことこたは99ラジオサービスでギターボーカルを務めているメンバー。彼は堀内孝雄の次男として生まれ、2007年に同バンドを結成、東京下北沢を中心にライブを活動を行い、2011年にメジャーデビューを獲得、バンドの中心メンバーとして活躍を続けています。ちなみにギターの演奏は堀内孝雄とも似ているようで、過去に親子共演をした時にはアリスの矢沢透から似てると絶賛されていました。矢沢透は
99ラジオサービスは世代を超えて僕たちと同じ匂い、感覚を持っている気がする。今日一緒に演奏してみて。今日のコタノギターはベイヤンが優しく弾く時の感じと同じだった。堀内孝雄の息子、堀内康平のプロフィール。名前堀内康平、生年月日不明。出身地東京都、職業ミュージシャン。堀内康平はバンドのメインボーカル。堀内康平こと康平は堀内孝雄の三男で、99ラジオサービスではメインボーカルを務めています。歌声は若い頃の堀内孝雄によく似ていて、優しい歌声が特徴となっています。見た目は爽やかな印象のイケメンで、兄の堀内康太とはまた違ったキャラクターで人気を集めています。谷村新司は、99ラジオサービスはメロディーがすごくポップで、声が透き通ってて新鮮でいいバンドだよね。お父さんの若い頃の声とやっぱりすごくよく似てて素晴らしいよ。過去にはテレビ番組でアリスとも共演した。99ラジオサービスの堀内康太と堀内康平は2013年にアリスが出演したフォークは素敵な贈り物2013周辺にて親子共演を果たしたことがありました。この時の親子共演は初めてのことだったようで、堀内康太と堀内康平の2人は父親と他のアリスメンバーと共演できたことに感謝の言葉を話していました。ボーカルで弟の慶応兵は父であり、大先輩のアリスとの初共演に本当に光栄で感慨深い経験になりましたと感激しきり、兄の KOTA は子供の頃から知ってる3人のおじさんたちと初めて一緒に演奏して楽しかったと純粋に喜んだ。3人の息子の名前を並べると太平洋、堀内孝雄の3人の息子がいますが、その息子たちの名前を並べると太平洋になるのだとか。なぜ息子たちの名前をそのように名付けたのかはわかりませんが、長男の高弘の美容が最後に来ているため、おそらく次男の名前を名付けた時点で太平洋を思いついていたのではないかと思われます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。